日本神奈川県横浜市中区振興振興は横浜市中区の町名。横浜港の振興不当地域に該当する。現行行政地名として振興1丁目及び振興2丁目、住居表示が実施されている。郵便番号は231-0001。横浜港の港湾地区にあり、かつては保税倉庫などの港湾施設が集まっていたが、現在では 新構築として、横浜港未来21の一部となっており、新構築町並み景観ガイドラインが定められ、歴史性の継承と景観に配慮された開発を目指している。21世紀に入って、横浜赤レンガ倉庫が観光施設として再生されるなど、観光、商業を中心とした再生備が進んでいる。2009年には、開国博愛150の会場の一つとなった。 開発中の新構築開国白 Y150? ラマシン新港布団は明治後期から大正初期にかけて造成された。1905年12月28日に第一期の埋め立てが完成。翌1906年5月22日に新港町が新設された。その後、1911年から1913年にかけて国営保税倉庫が完成した。 新興不当及び赤レンガ倉庫の歴史については横浜赤レンガ倉庫歴史を参照1998年横浜コスモワールドがオープン翌1999年には大観覧車コスモクロック21が同園内に移設された同年9月10日には横浜ワールドポーターズも開業している2000年10月23日住居表示施行 新興町を廃止し、新港1.2丁目が新設された。2002年には、新興不当保税倉庫が赤レンガ倉庫パークとして開業。2009年には開国博愛150のベイサイドエリアの会場となった。横浜港未来21新興地区も、三省円形歩道橋、新興サークルウォーク港未来21の中央地区と、大桟橋の間の臨海部にあり。 南東側が1丁目、北西側が2丁目となっている。国際大通りと1.2丁目境の万国橋通りが町の中央で交差し、交差点には横浜ワールドポーターズや赤レンガ国際館と接続する円形歩道橋、振興サークルウォークがかかる。国際大通りは国際橋から港未来21中央地区方面、新交橋から県庁へ通じ、 万国橋通りは万国橋から北中通り地区、馬車道方面へ抜ける。この他に歩行者専用の汽車道が桜木町方面へ通じている。一丁目には赤レンガ倉庫パークやオープンウォール型商業施設のマリーンウォーク、横浜、横浜税関の分館などがあり、海沿いに横浜海上防災基地が置かれている。また、赤レンガ倉庫近くの桟橋からは、 横浜駅東口や山下公園へ向かう C バスが運行されている。2丁目には横浜ワールドポーターズや大観覧車がシンボルとなっている都市型遊園地の横浜コスモワールド温泉施設の万葉クラブ安藤桃福発明記念館横浜などがある。このほか海沿いの9号岸壁では大型客船なども寄港できる岸壁と新たな客船ターミナル複合施設、 横浜ハンマーヘッドが整備されている。なお、前述の通り汽車道により JR 根岸線及び横浜市営地下鉄ブルーラインの桜木町駅方面とアクセスしているほか、北西側の国際橋を渡ると横浜高速鉄道港未来線の港未来駅、南側の万国橋を渡ると同線の馬車道駅、南東側の新興橋を渡ると同線の日本大通り駅にアクセス可能である。 また、2017年12月には、地元企業4社が出資する、イインプによる、横浜駅東口から、中央路修理市場やパシフィコ横浜、新港不島、大桟橋などを経由して、山下不島まで、ロープウェイなどの作動で結ぶ、空中交通構想が、浮上。さらに2018年5月には、横浜コスモワールドを運営する、泉明工業による、 桜木町駅周辺から汽車道沿いを通り、新興地区まで結ぶロープウェイ構想も浮上している。校舎の計画は2019年2月に横浜市から具体的な発表があり、それによると桜木町駅前から運河パークまで結ぶロープウェイ、横浜エアーキャビンとして当初2020年夏に開催する予定であった東京オリンピック開幕前の開業を目指し整備するとしていたが、 その後の資材調達や後期の遅れなどから半年以上ずれ込み、2021年4月の開業を予定している。交通、アクセスの詳細については、横浜港未来21交通及び横浜赤レンガ倉庫交通を参照1.2丁目を合わせた面積は0.398平方キロメートルで、人口はごくわずかである。進行には以下の緑地が整備されている。 なお、この他に、プロムナードの汽車道が桜木町方面により続いており、横浜ワールドポーターズ前やナビオス横浜下を通っている。また、ゾウのビパークは、港未来新構地区に含まれることもあるが、町の区画では海岸通りとなる。各緑地のうちには、港未来新構地区における外区を記している。新港中央広場より赤レンガ倉庫を見る。 ハンマーヘッドクレーンの移行進行不当にはかつて1号から12号まで岸壁があったが、現在では1から3号岸壁は赤レンガ倉庫の海側広場であり、4.5号岸壁は横浜海上防災基地が使用している。また、6.7号及び10から12号岸壁は港未来21の開発に伴う新構築拡張により消失している。 港未来6の市街区に該当する8.9号、岸壁は2010年8月まで新港客船ターミナルとして使用されていた。岸壁、ターミナルの老朽化に加え横浜港、大三橋国際客船ターミナルが客船の使用拠点となったことから、その後は主にタグボートの係留地としての使用に泊まっていたが、2016年度から2019年度にかけて、 工日のように旧号岸壁と新たな客船ターミナルの整備が行われた。またこの区域内には前述の新興客船ターミナルとしても利用されていた上屋の一部を改修、転用し2006年に設立された東京芸術大学の大学院映像、研究家新興校舎や横浜トリエンナーレの会場として2008年に建設された新興ピアがあったが、九号岸壁周辺の 整備計画に伴い進行ピアは2015年6月に取り壊しとなり、さらに東京芸術大学の校舎も同年度末に閉鎖となっている。このほか、8.95岸壁間の海側先端部付近に位置する港未来5街区には歴史的に貴重なハンマーヘッドクレーンの移行が現存しており、横浜市では港湾計画に基づき後日の客船岸壁の整備に合わせて、 同クレーンの周辺を多目的イベント広場、ハンマーヘッドパークとして整備し、2020年8月に開園を迎えた。整備中の9号岩壁横浜港に寄港する大型客船について、前述の大三橋単独では、対応に限界があることから、進行不当でも受け入れを可能とするため、9号岩壁の耐震化と延伸、増進整備が2016年度から2019年度に、 かけて実施されたまた、並行して、公民連携で、かつての新興客船ターミナルに代わる、新たな客船施設、新興不動客船ターミナルの整備も行われ、職を中心とした商業施設やホテルなども併設された複合施設、横浜ハンマーヘッドとして2019年10月に、工お及び共用開始となった。 これらの整備に先立ち、2017年1月には、官民連携により施設整備を行う、国際クルーズ拠点の一つとして、新興不当が選定されている。横浜ハンマーヘッドも参照。ありがとうございます。